皆さんこんにちは、ゆりやと申します。それでは銀魂実況続きからやっていきましょう。マダフワード、よっ、ソロ君、ここだここだ。マダオ、今日は付き合ってもらっちゃってすいません。いいんだよ、任しとけ。今までもいろいろソラ君には世話になってるからな。こんな時くらいしっかり恩返しするさ。そうよね、前回も元締めんとこ行ったもんね。頼りにしてます。じゃあ行くぞ。目指すは新選組詰所前だ。マダオ自身はあまり近づきたくないんじゃないのかな。しめしめ、今なら人通りもないし。まるで泥棒するみたいだね。さっさとその F で捨てちまおう。そうですね。だがあまり門から離れたところに捨てて誰にも見つけてもらえないんじゃ意味がない。まずは少しは近づかないとな。何気ないふりして少しずつ。何それは。マダオ、何それ。何って、鼻歌だけど。いや、それはわからなくもないけど、なんでこんな時に鼻歌を。何言ってんだソラ君、何気ない振りといえば鼻歌と相場が決まってるだろう。いや、決まってないと思うな。うっそー。本当だって、鼻歌とか歌いながらやると何気ない感がアップするんだって。ソラ君も騙されたと思ってやってみな。じゃあ行くぞ。もう分かんなくなってきたよ。もう鼻歌じゃなくて酔っ払いじゃん。何やってんだ。もう一番怪しまれたくない人に怪しまれたよ。わあ、朝っぱらからこんなところで何ふんふん歌ってやがる。それはこれはですね、歌の練習でさ。実は今度ソラ君がコンクールに出ることになりましたね。それに備えて特訓してたってわけで。おお、そうなのか。ソラ、おめえ絵だけじゃなくて歌も得意だったのか。なんですか、いわゆる一つのマルチタレント的な。なんか懐かしい言葉だな、これ。で、今のはなんて歌だ。それは…フンの歌です。なんか汚く感じる。なんだそれ。勇猛果敢なフン族が戦いの前に必ず歌ったっていう有名な歌ですよ。民族の歌じゃん。俺はどうにもそっち方面には疎くてな。ああ、でもそんな言うほど有名じゃないですから。知ってる人は知ってるっていうぐらいの有名ですから。まあ実際そんな人は存在しませんけどね。まあ、フンの歌だか運の歌だか知らねえが、歌の練習なら別のところでやっちゃくれねえか。うるさくてかなめ。はい、わかりました。そんじゃね。はあ、危なかった。何が何気ない感アップですか。思いっきり見つかってるじゃないですか。おかしいな、昔初恋の女の子を何気ないふりして待ち伏せした時にはこれでうまくいったんだけどな。いや、その女の子どうかしてるよ。本当ですか。ああ、あまりにも何気なさすぎてその女の子が気づかずに通り過ぎてしまったぐらいだ。それ、一緒にいたくないとかじゃない？絶対気づかないふりされてたんですって。知り合いだと思われたくなかったんですよ。仕方ないな、鼻歌作戦がダメならコンタクトレンズ作戦で行くか。コンタクトレンズを落としたふりをして地面を這い回り、どさくさに紛れて絵筆を捨てる。それ、うまくいくかな。普通にこの辺にポイって置いちゃいけないんですか。今なら誰もいないし。
どうせならなんか作戦とか立ててやろうよ。つまんないじゃん。何それ、もうドラえもんのさ、映画の宇宙漂流記ののび太みたいじゃん。別に面白くするためにやってるんじゃないんです。冒険がしたいんだからこのまんま帰るわけにはいかないじゃんみたいな言い方してんじゃないよ。まったく最近の若いもんは粘りがないな。そういうありがちな言葉でごまかすのはやめてください。おっさんくさいですよ。わかったよ、捨てればいいんだろ。じゃあさっさと捨てればいいじゃねえか。ほらポイッとポイッとやっちまえよ今すぐ。なんで逆切れするかな。何切れてるんですか。いや少しは若者っぽくなるかなって思って。若者に怒られるよ。若者っぽさの定義を間違えてると思います。まだまだ若いよね。いつまでもこんな問答を続けてもしょうがないですから捨てちゃいますよ。ただこねてもダメです。捨てます、捨てますよ、捨てますかね。ダメだ、いざとなると手が震えて。そらくん仕方ないな、貸してみろ。ああダメですよ、そんなことまでマダオにさせられません。僕が自分で。いいから、こういうことは経験豊富な大人に任せなさいって。ダメです、まだ僕心の準備が。やっちまえばどうってことないんだって。俺がすっきりさせてやるから。おもうバレたんじゃないこれは。あ、お前らもしかしてそれは最近流行りの BL ってやつか。違うわ、何言ってんの。ソラ君だったらちょっと相手を考えさせてもらいます。違いますよ、これはそういうんじゃ。っていうか片方がおっさんでも BL って呼んでいいのか。もうその表現やめて。片方がおっさんでもというか男同士だったら大丈夫なやつだから。だから違いますって、誤解ですって近藤さん。いやまあ俺は基本そういうことには目くじら立てない方だよ。だけどさ、新選組の目の前でやるのだけはやめてくれるかな。うわーしこしか言えないわ。いつもさ近藤さんのやることに引いてるのに近藤さんに引かれた。はい、アドオのバカ。だってソラ君がはっきりしないからつい。ついじゃないよ、変な誤解されて。まあ、確かにマダオの声優さんはとあるラジオで男と男のラブゲームとかって言ってたけどさ、戦いとか挽回するラジオで。けどこれとこれは違うんだよ、同じジャンプ作品だけどさ。っていつまでもこうやってうじうじやってんのがいけないんだって。もういい、きっぱり F で捨ててさっさと帰ろう。そうですね、わかりました。じゃあ捨てます。捨てました、軽っ。よし、かくなる上は。上は一目散に、何？また誰かに見つかった？うわぁ、なんかこの感じだと沖田さんじゃなくてとっちゃんっぽいな。おい、そこの二人組。ほら、やっぱりちょいとマシな。あ、とっちゃん、お久しぶりです。びっくりした。何いきなり発砲してんですか。大声出すのがめんどくさくてさ、その方が簡単に振り向いてくれるかと思ったのさ。なんかこの二人が会話してるのすごい珍しいというか貴重だよね。もう今ではテレビで聞かない日はないという声優さんですから。せめて口笛でピューとかにしてくださいよ。いつぞやの西部劇。い
やだよ、それまるでおじさんがこの年になってナンパとかしてる痛いやつみたいじゃない。で何のご用でしょうか。あ、用はこれ。さっき門の前で落としたぜ、気をつけな。いや、それ落としたんじゃなくて捨てたんです。はい。ん？何ですか？この絵筆。聞く。さすが警察庁長官、わかるか？どことなくうちの神さんを思い出すな。俺のハートを盗んでいった頃のピシピシしたあいつを言う。って、どんな人絵筆で思い出されてんの？まあ、とにかく大事にするんだな。若本さんの言い方ってすごい独特あるな。どうやってああいう表現を出るんだろう。さすが声優さんすごいな。ああ、失敗失敗。まさか捨てるところ見られるなんて。しかも警察庁長官に。今のは捨てた後にすぐダッシュしなかったのも良くなかったな。次は捨てたらすぐにとにかく全力で逃げるんだ。そうですね。じゃあもう一回やってみましょうか。ああ、じゃあ捨てます。捨てました。逃げろ逃げろ。はあ、はあ、ここまで来ればもう安心だろ。まあ結構だいぶ離れたもんね。おい、そこの者。今度はバカ王子？はあ！ってお前、長谷川ではないか。そっちの子供も見たことあるな。で、またさ、バカ王子のチャームポイントの触覚取れてんじゃん。もうそこにさ、F で刺しとけばいいんじゃない？あ、どうも、長谷川です。どうも、そっちの子供です。その説は大変お世話になりました。なんかえらく驚いておったな。それはつまり、畑王子のようなお方がこんな街中で我々のような下々の者に話しかけられるとは意外だったんで。なんだ、そうだったのか。そう驚かずともよい。要はすっごく偉い人だけど、結構気さくなナイスガイなのじゃ。そうなのかな。原作は知らないけど、なんかすごいイケメンだったっていう噂を聞きますけど。あー、イラッとくるボケ王子が。それが本心ですよね。わかります。なんか言ったかの。あ、いえ何も。ところで王子さんの方こそ僕らに何かご用ですか？あー、そうじゃった。これじゃ。さっきお前がこれを落としたからな、拾ってやったのだ。もう捨てたんだって。それ持って追っかけてきてくれたの？ずいぶん暇人ですね。ほら、ヨガすっごく偉い人だからって遠慮することはないぞ。受け取れ。もうさっきも言ったけど、その触覚に F で刺してあげるからさ、勘弁してよ。ありがとうございます。ところでその F で。ギクギク。さすが王国製の王子、わかるか？世の父上を思い出すの。というか、正確には父上の触覚王者がの。じゃあ思い出すんなら刺してあげるよ。おやおや、そうですか。なぜかこの F でを見ると皆さんそうおっしゃるんですよ。で、ソロ君、エフデが戻ってきたショックでなんかキャラ変わってるよ。画廊の主人みたいになってるよ。あ、そんな感じで言えばよかった。は、いかんいかん。平常心平常心。触覚といえば王子さん、今日は触覚がないですよ。そうなのじゃ。どっかで落としてしまったようでな。困ったものじゃ。おのじらも落とし物には気をつけるのじゃぞ。それではな。坂口さんもすごいな、言い方が。
そんなのんきなこと言ってる暇ないよ、空くん。また F で戻ってきちゃったじゃない。そうですね、どうしましょう。もういいから、ここで捨てちゃおうか。ここ人通りも多いから、きっと誰も気にしないよ。でも、そもそもこの絵筆を新選組の人に拾ってもらうってのが目的だったような。柔軟に行こう、柔軟に。きっと誰か拾って交番に届けてくれるって。そうですかね、最近物を交番に届けるっていう人あまり見かけませんけど。別に、もうこの際誰に拾われようといいよ。よし、じゃあ俺が見えないように壁を作ってやるから、こっそり絵筆を捨てるんだ。はい、じゃあ捨てます。捨てました。逃げろ逃げろ、ランナウェイ。まだまだ逃げろ、まだまだ逃げろ、もっともっと逃げろ。逃げて逃げて、超逃げて。ここまで来たらいくらなんでも。ねえ、この F で落としたわよ。さっちゃん、さすが忍びというか足が速い。はあ、今回は食べそらなかった。あら、この F で、もしかして、さっちゃんのことだからさ、銀さんのこと思い出すんでしょ。はいはい、今度は誰思い出すの。何を言ってるの、そういうんじゃないわ。どこかで噂になってるのを見たことがあるような。え、今度こそ魂の絵筆だって気づかれた。わかったわ。え、納豆を効率よく混ぜることができる奇跡の筆、粘り気の絵筆とそっくりなのよ。でもあれは確か将軍家の宝物殿の奥深くにしまわれていたはず。どうしてあなた方がこんなものを。もう将軍家は何でもさ、宝物といえば宝物なんだね。いや絶対違いますから、そんな筆じゃないですから。だいたい絵筆で納豆かかき混ぜる、ありえませんよ。あ、そっか、さっちゃんドジっ子だから気づかなかった。で、萌えキャラのフリは銀さんの前だけにしてください。それじゃあ、私は忙しい身だから行くわね。とにかく、落とし物には気をつけなさい。この落とし物に気を取られたせいで、私、銀さんの後こっそりつけてたのに見失っちゃったんだから。もう銀さんの後つければよかったじゃん。すいませんと言いつつ、なんかむしろいいことをしたような気もするけど。それじゃあね。つうか、捨てられないね、この F で。もう呪いかかってんじゃない？呪いの F で？そうですね。なんか呪われてるんじゃない？私もそう思った。そうですね。この際だから、諦めて持っとけば。そうですね。というわけで、結局僕は F で思し続けることになった。お、ここでさらなる分岐か。じゃあ行くか、最後。身に合ったのが一番し、たっけ、なんだこれ。あ、身の丈に合った服が一番似合うか。はあ、結局状況は変わらず、記憶も戻らないし、魂の絵筆はこうして僕の手元にある。どうしたらいいんだろう。はあ、まだおじゃないですか。公園でよく会いますね。ああ、ソロ君か。どうしたんですか、ため息なんかついて。いや、なんてかね。そりゃ俺だって
まだ男は呼ばれ続けてる自分じゃないって思ってたさ。昔みたいに大勢の奴らの上に立ってビシバシ仕切る仕事をもう一度やりたいって夢見たことがないわけじゃない。濡れ手に泡で儲かることだってやってみたかったよ。例えば敵屋の元締めみたいにさ。でもな、分かったんだ俺、やっぱそういう玉じゃねえんだよ。もう昼下がりの公園でそうやって騒がれてもね。アダオン、落ち着いてくださいよ。ほら、とりあえず深呼吸。すーはー。マジの深呼吸だったわ。じゃあ最初から順を追って話してください。何があったんですか？ほら、この間俺元締めに間違われちゃったじゃない。ああそうでしたね。あの後パチンコ勝ったんですか？いやー、もうそれも見るが無残にボロ負けでって。それはどうでもいいんだよこの際。実はあれ以来俺そのまんま元締め的なことやっちゃってるわけよ。あら、そうなの。みんな、まだおかついた嘘信じちゃってんだ。信じてるどころか、あいつら俺のことを妙に頼りにしてくるようになっちゃってさ。なんかもう、いろいろと大変なのよ。なるほどね。まあでもよかったんじゃないですか。これでもう仕事に困ることはないでしょ。いや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 、ソラ君、君は大人の世界を分かってないよ。子供の頃は誰だって思うよな。社長さんはお金持ちで高級会社乗り回して美女をはべらせてドンペリ一気飲みみたいな。まあ確かにそう思ってた時期はなくはないかな。けど違うわけ。そんな社長確かにたまにはいるけど、ほんの一握り。社長と呼ばれる人の多くは社員の不満とか原材料の高騰とか取引先の無茶とか娘の彼氏が不良っぽいこととかに毎日悩まされてるの。それ松平のとっつぁんじゃない？そうなんですか。で、それと今のマダオにどういう関係が？だから元締めもなんつうか管理職みたいなものなわけ。下の門にいろいろ不満言われてさ。無視すりゃやめられちゃうかもしれないし、かといってその不満を全部解消できるわけもなし。もう板挟みよ、板挟み。もうこれは全国の社長に向けてのあるあるなのかな。なるほど、今まさにその管理職の板挟み状態になっているわけですね、マダオは。そういうこと、分かってんじゃない、ソラ君。へえ、ついこの間までマダオマダオと言われてた人がそんな立派な悩みを持つようになるなんて、母さん嬉しいよ。いつからこんな家族設定になった？母さん？あんた俺の母さん？あ、カグラの影響でドラマみたいなセリフを言っちゃった。嘘です、すみません。当たり前だよ。この話のオチが実はソラ君は俺の母さんでしたなんてことだったらみんなびっくりだよ。そんなラストはやだな。それはそれでなかなか新しい。まあそんな話はいいとして、具体的にどんな不満を言われてるんですか？ああそれは。うわ、来た。ああ、元締め、こんなところにいらっしゃいましたか。どこ行っちゃったかと思いましたよ。よう、お前ら一体どうしたんじゃ。あの件どうなりました？俺たちかなり楽しみにしてんすけど。この金髪の人はさっきの旗王子の声優さんと同じ方ですね。壁屋の地位向上のためにも絶対必要なことだと思うんですよね。私右の人嫌いだわ。どっかのセールスマンじゃん。あ？あの件ってなんだっけみたいな。またもう元締めは人が悪いや。そうやって何度も言わせて俺たちが本気かどうか試そうってんですね。そう
うじゃな。我々敵屋の店構えをもっと綺麗なものにしようっていう計画ですよ。そうそう、若い女の子が友達と一緒に軽くお茶しに来られるような感じの店にね。それちょっと難しくない？いいアイディアだと思うんですよ。これからは女性に支持されないとサービス業は生きていけないですからね。分かってる分かってるって、今どうやったら実現できるかいろいろ考えてるから、もうちょっと時間ちょうだい。じゃあよ、5分。分かってますって、俺たちの元締めなら約束を保護にしたりなんかしねえってね。待たされれば待たされるほど私たちもうバリバリ期待しちゃいますんで、よろしくお願いします。やっぱ嫌いだわこいつ。そんじゃ元締め頼みましたぜ。はあ、というわけなんだよ。何がというわけなんだよ。だよ、女の子が来るような綺麗なお店にしたいか。もう羊喫茶で働けば。それはできるんならその方がいいよ。俺だってやってみたいと思うよ。ああそう、じゃあ今すぐ行く。久しぶりの長谷バスちゃん、長谷バスちゃんだっけ、言いづらいなこれ。けどどんなにやりたくってもさ、どうせ俺なんかにそんなこと実現できるわけねえし。じゃあどうすんの。まあしばらくはのらりくらりで通すさ。逃げ回ってりゃあいつらもそのうち忘れてくれんだろう。ああいう人に限って忘れないと思うよ。そんじゃな、そらくん。ああ行っちゃった。やりたくて現実なんかできないか。そうだよな、世の中のほとんどの人が持ってるのはそういう悩みだ。だけど僕は逆、書いたことが本当になる魂のエフレを持ってるのにそのことで悩んでる。ん？待てよ、ああそうか、このエフレを使えば実現できるじゃないか、魔導がやりたいと思ってること。魔導をちょっと待って。そして僕は魔導にどんな敵屋の店を作りたいか聞いた。イメージはつかめた。あとはこの魂の F での出番だ。おお。おお、すげえじゃんか、そらくん。ほんの数時間でここまで仕上げるなんざ。これ女の子に人気出るかな。普通の屋台だと思うけど。なんだかスラスラ筆が動いたんですよ。僕こういうお店とか綺麗に飾ったりすること好きみたいで。これならあいつらも大満足だ。ありがとうよ、ソラ君。えへ、喜んでもらえてよかった。そっか、こういう風に人が喜んでくれる使い方をすれば、自分がどうして魂の絵筆を持っているのかなんて悩み吹っ飛んじゃうんだ。僕にはすごい力があるんだ。何でも実現できる力が。いや、敵や一同、ソラ君にはしばらく足を向けて寝られねえな。皆さん喜んでましたね。ああ、早速可愛い女の子のお客さんも入ってたしな。今日は敵や業界の革命が起こった日だな。ああ、そうだったんだ。元締めとしてのマダオのチーム安泰ですね。ああ、それな。どうしたんですか？俺な、やっぱり元締めやめようと思うんだ。どうしてですか？せっかくつけた仕事なのに。ちゃんとみんなの願いを叶えて立派に元締めとしての役目果たしたじゃない。俺自身の力じゃねえじゃん。ソラ君が力を貸してくれたからだろ。僕がっていうよりも魂のエフレがあったけど。それで思ったんだ、俺はやっぱり元締めの器じゃねえってさ。俺には公園で暇つぶししながら仕事探してるマダオが似合ってる。少なくとも今の俺にはな。けどせっかく掴んだチャンスなのに。分相応なこと続けても
周りに迷惑をかけちまうのが関の山さ。そんなことをするぐらいなら俺はマダオのままでいい。いいこと言った。もしいつかやっぱり元締めをやりたいって心から思ったら、その時は改めて自力で元締めになるさ。何、心入れ替えたの？マダオ、お前いいこと言うじゃん。見直したよ。そうだよな、僕だっていつまでも魂のエフレに頼って生きることはできない。自分が心からやりたいこと、心からいたい場所、それを取り戻さなきゃ。マダオ、ありがとう。はは、お礼なら俺の方が言うべきだろ。そんなことないです。マダオがいなかったら僕、魂の絵筆で好きなもの書いて願いを実現した気になってるお調子者になってたかも。マダオがそんなことじゃいけないって教えてくれたんです。よくわかんないけど、そうなのか。まあ感謝されてるみたいだからいいか。でもそういうことならもう一つだけ俺の頼み聞いてくれねえかな、ソラ君。はい、何ですか。今日の売り上げ、敵や連中は俺が元締めだって思ってるから俺に渡しに来たんだけどさ、本当はこれ本来の元締めに納めるべきものじゃん。元締めやめる前にやっぱそのあたりはちゃんとしとこうと思ってさ。なに、本当にどうしちゃったの。どんどん心がさ綺麗になっていくじゃん。なるほど、それで元締めのアジトにまた行くんですね。そういうこった。お、ここだ、ここ入ろう。こんばんは。なんてな、誰もいねえよな、どうせ。あ、え、さっちゃん。あの、なんか言ってくださいよ。さっちゃんの秘密のプレイルーム、Mっ子クラブへようこそ。いや、絶対嘘だろそれ。言葉噛みまくってるし。そう、バレたらしょうがないわね。お命ごめん。え、誰が。ちょっと待って、いきなり物騒なことしないって。何なの、どうしてあんたがここにいるの。ここ敵屋の元締めのアジトでしょ。え、まさかさっちゃんが。何バカなこと言ってるの。だからここにいるんじゃない。え？ってことは、あんたが元締めの正体？全然イメージ違う。こういう副業を持たないと、忍びの仕事だけで食べていくのはなかなか大変なのよ。まあ怖い人よりか比べたらまださっちゃんの方がいいか。それとも何？女が元締めじゃおかしい。あなたも女は家庭に収まっていればいいって口。いやいや、何も言ってませんから。分かったわ、私が M だからね。 M に元締めなんて務まるもんかって思ってるんでしょ。いや、そんなこと思ってないよ。いや、そういうことじゃなくてですね。そんな凝り固まった考えの世の中にドロップキックを食らわすのが私の使命よ。 M だって立派に元締めができるって証明してやる。今日の売り上げここに置いておくんで、今後ともよろしくお願いしますよ、元締め。何？それは皮肉。お前なんか銀さんとよろしくやってればいいとか思ってるの。まあ確かにそれはそうなんだけど。ソラ君、帰ろうか。はい、帰りましょう。アジトから帰る魔導はとてもすっきりとした顔で、僕はきっとこれでよかったんだと思った。人の顔は覚えておいた方がいい。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。